つくばゆき子は、日本の女優。10代で映画にデビュー、サイレント映画時代のスターであった。本名、佐藤ゆき子。1906年6月10日、東京府江原郡入り洗村大笠フニュートに生まれる。若くして、新橋の下流会にいたが、その美貌から、帝国劇場取締役、福沢桃介の推薦により、木戸四郎に、熱心な勧誘をされて、 映画女優に転身した。16歳になる1922年に、松竹鎌田撮影所に入社した。サイレント映画初期の巨匠吉野二郎監督の三日月次郎吉に出演、同年12月1日に公開された。吉野、そして島津康二郎監督作品に徴用され、主役の座を獲得してゆく。1926年1月の俳優昇格式では、 循環部に押された。映画、養父五人女宣伝用雑誌から。左から、クリシマス松井千恵子、川田よし子筑波ユキ子竜作子1927年に、同じ撮影所の俳優諸口19との密愛が、発覚し、鎌田を退社、独立プロダクション、諸口19社を設立した。 二川文太郎を起用して一作を制作。牧野プロダクションが配給したが失敗して解散。諸口19、筑波由紀子一座を結成。同年12月京都座に出演するも、筑波は、諸口との関係を生産して、浅草小竹座、京都南座に出演したのが縁で、小竹蒲田撮影所に戻った。蒲田の大幹部女優。 川田義子と以前付き合っていた頃から軌道に睨まれていた諸口は京都の他社へ加わった。当時まだ21歳であった筑波はその後も野村香おる清水博士作品に主演していく。1931年、ハリウッドスター上山総人の帰国第一作の大作映画、愛よ人類と共に、あれで総人の演じる主人公の目かけの役に起用された。 1934年3月16日朝、淀橋区百人町2の121のマージャンクラブ、天王取、品川区南品川2の234の日本マージャンクラブ、千山幕で掛けマージャンをしていたとして、福田ランド広津和夫、高木楽山ら13人が検挙され、同日午後には、岩田富夫、東郷聖治らが検挙、宇野千代が取り調べを受け、 同日だけで20人の検挙となるという事件が起きる。翌日、菊池博士、大下うだる、甲賀三郎、雲野十三、飯田長子、役森江子と共に、筑波も検挙された。同日午後には、結城一郎、吉川道子、奈良信洋、小林十九に松井淳子、古川六原も検挙されている。この事件により、筑波はこの年、 松竹下下貨撮影所に遺跡10月に公開された江戸は移る以降松竹を去るこの翌年の1935年5月3日牛島坊という男が筑波のヌード写真をネタに松屋から5000円を強括するという事件が起き逮捕された牛島の供述から同日共犯を疑われて筑波の警視庁に連行された牛島は つくばの昔の同棲相手で、1930年から1934年夏まで、同棲していたという。同棲時期は、出演本数が減り、下鴨へ行く前頃までにあたる。またこの頃、新派の舞台に加わり、梅島昇のボルノ一座と明治座等に出演する。これらスキャンダルの後、バンつま妻三郎に招かれ、京都の坂東つまさぶろプロダクションで、 つくばにとって、初の陶器映画に一作出演するも、30歳で、引退、大阪の総衛門町の芸儀になる。1941年3月、新派の舞台に復帰、翌1942年1月まで舞台を務めた、後に引退、実業家、寺田仁吉と結婚する。戦後、 1954年2月の東徳特保の東歌舞伎の都米公演に参加した。1977年6月6日、胃がんのため、世田谷区の日産玉川病院で死去した。誕生日直前の70歳の没であった。同年の週刊新潮史通算1105号の墓姫の欄に元新橋芸者。 女優つくばゆきこの死69歳が掲載され、その死が痛まれた。ありがとうございます。